皆さん見えてますか <laughs> ただいまただいまやっぱり充電は持って持たなかったよちょっと価格を変えようまあ、いっか <laughs> 画角がね画角がちょっと。 やっぱりちょっと充電は持ちませんでしたね残念ながらちょっと充電を貯めてからちょっとリベンジしますねスマホに変えました <laughs> 半目だったんだ 半目で止まってたわろたえー、せっかくなんかやろうと思ったのに別に何の話もないよ今日はうれしみ わーい私も読みましたよも今違う本を読んでますまた新しい本を読み始めました iPad ダメだった残念けどまあ調べられるに調べられるしねその分は良いですね今また8%に戻った 明日は競馬配信する明日はちょうど握手会握手会じゃないオンライン会があるからできないです残念だから皆さん結果見守っといてくださいよろしくお願いしますはいトースポン買ったよありがとう ちょっとまだネタバレはでできないんですけれどネタバレってほどじゃないけどもう見てるかなもう見てる可能性もあるかもしれないけど昨日東京でバズリズムの方が放送されましたパチ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 はいということでバズリズリム見たよって方いますか私たちが住んでる愛知県はねまだ見れないと思うんで2月15日かな放送は。けど見たよって方はなんかコメントで ちゃんと見てたよっていうのを送ってくださってありがとうございますまだだっていう地域の方もたくさんいると思うのではいそう来週だよっていう方もいるよねぜひ山形は来週なのね広島は見れたんだ関西は来週うう みんなの見れるタイミングがバラバラだと思うんですけれどいつでも感想は待っているので全然見たら感想を教えてくださいどうだったとか「くまちゃんとあおみさんのペアいいね」だってありがとう嬉しい今日海海ともといましたね ラップか、パートかっこいいね。嬉しい。ラップパートドヤ顔決めてるからいつも。めっちゃ <laughs>。で、ね、どうせならユーチューブ見れるからさ、ミュージックビデオ今からみんなで見ない。そうしよう。それいいじゃん。ミュージックビデオ、一緒に見よう。くまちゃんと。 ミュージックビデオ一緒に見ようのかいいいね素敵いやボンバーイ、e、もフルが見えるから二回見ましょうミュージックビデオの方をまず一回目みんなで一緒に見てその次にボンバーイ、e、のフルバージョンの歌 でね今アップされているのでそっちの方を見ようショールームで見れたっけあの映像は見れないんですよ皆さんに映像も見せることもできないしあの音もちょっと出せないんですよ事情がいろいろありましてなのでここでね私と一緒に再生ボタン一緒に押して 私がここポイントっていう時に止めるから <laughs> だから是非一緒に見ましょうそれだったらいいって言われたそう音とか映像を見せなければいいよって言ってたからだから本当は映画とかドラマとかアニメとか一緒に見れるやつがあればみんなと映画鑑賞とかアニメ鑑賞できたらいいなと思っててそうなんですよ それでちょっといつも持ってる携帯の方でやりたかったんですけどいろいろ見えるからねアプリ入っててちょっと音聞こえないから大丈夫かな一回ちょっと流してみよう OKOK、OK OK、音流れてないみんな準備はいい ちょっとイヤホンさしたいんだけど私エアポッドだから iPhone の方に繋がっちゃうんじゃないかな大丈夫かないけるかなこういう時さちょっと唐突に始めるからいやなんかそんな気がするな絶対ほらそうだそうだショールームの方に繋がっちゃうよ ーールームほうにつながっちゃうからやめよう最初は、M、MV ミュージックビデオ見ようミュージックビデオみんな見よういいよーってくまちゃんと SKE48 恋落ちフラグミュージックビデオ見るかイエーイわっしょい 始まった声落ちフラグだよはいそれでは皆さん準備はいいでしょうかミュージックビデオ声落ちフラグ再生する準備できてますかありがとうございますはいそれでは皆さん一緒にいきますよ

今ポイント戻してみんなみんな戻してみんな戻して <laughs> 待てよああたたたたあ来来来18秒あたり18秒あたりみんな戻して1回1819あたり戻して戻しました皆さんそうここ熊崎のアップですイエーイ <laughs> イエーイちょっとねこの1819秒,秒あたりはですね熊崎のアップシーンがドンと出ます皆さんここテスト出るよ熊崎の最初は181919かな19かな十九ですね 十五、十六、十七、十八。十九秒ですね。皆さん、ここテスト出ます。まず私が最初にドット出るのが。十九秒です。わかりましたか、皆さん。熊崎テストですよ。十 <laughs> 八秒で止めたら半目。半目で止めるんじゃないよ。まあ、私も今半目で止まってるけどね。それでは、再生を押しましょう。 いきますよ321おっうみうみああかりさんエゴさんやかわいいおじゅるいも毎回かわいいな、うんうん、このさ走ってるところのシーンめちゃくちゃよくないこのミレイちゃんとアナんのあの二人で走ってるところも未来感じますよね またそういうところはちゃんとポイントで掴んでいるこのミュージックビデオ最高じゃないですかさすが分かってらっしゃるなんであ、みんな止まってるあ、よかったいやこのダンスチームもかっこいいんですよあのリハーサルからねまずねかっこよすぎてみんなふうってテンション上がったでこのかわいこチームよかわいこチームはもう,もう可愛いいの一言でもう 可愛いししか出てこないいいい可愛けど美しいもあるいや次はもう綺麗このさなびく感じがいいよね衣装がわーおーあハタゴンじゃんわーこのね今じゃバンテリンドームと言われていますがはいあの名古屋ドームでしたねこの時は撮影した時はまさかバンテリンドームっていう名前に変わるとは思っていませんでしたこの時。 いやこのみんなでね全員で踊るっていうのがすごい楽しかったっていうのもあるんですけどめちゃくちゃ難しかったんですよねやっぱあの上から見てくださってスタッフさんがちょっとこの子あの二列目のってあの名前とかちゃんと分かってくださってるんですけどあのトーだから分かんないんですだからあちょっと進みすぎちゃったそうだから大変だったんですずれててもねちょっとなおさんのこのさ 目線がいいよね。あこのあの手先が綺麗な本当にあかりさんだってのねバレエとかがや,やってるイメージかなみんなあのダンスが綺麗な子ってイメージあ来ました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 皆さん見ました2サビ来ました皆さん皆さん2サビ来ましたよちょっと止めてください皆さん止めて進まないで。 ここポイントなんで本当にうわかまちゃんかわいいみっちゃんもいるじゃんかわいいよみんなかわいいねいつ見てもかわいいねほんとにいつ止めてもかわいいえっとちょっとね止めてもらってこの蹴りがいいんですよねまず。 あの2分26秒あたりのあのー、須田さんとソーダちゃんのこのキック蹴りキックなんて言うんですかこういうの,あのターンしてのキック2分26秒ですねそちらの方もすごく見どころになっておりますこちらはねボンバーイーさんの YouTube で上がったフルでしか見えないと思うのでミュージックビデオ以外だったらぜひそちらの方も見ていただきたいと思います。 えー、2分26秒ですね2分26秒こちらのね蹴りは綺麗ですねその後ろにカマちゃんが映ってるっていうねポイントですそこも可愛いねカマちゃんじゃまさか私が今止めてるところではあの2人の蹴りで綺麗に決まって反っている時に後ろにカマちゃんが通っているってカマちゃん、うん、見てるよかわいい今日もカマちゃんと会いました かま,ちゃんはまあこれあの本人にあまり言っていないんですけどかまちゃんは本当に可愛いんですあの好みのタイプの本当なんていうんですか絶れ目で可愛いじゃないですかこここんなに褒めたことあまりないぞなかなか言わないんですけど本当綺麗だと思いますはい まあそんな話をねすごい長々と本当に語りきったら語りきれないんですけど語りきったら語りきれない言葉がおかしい語,語り始めたら語りきれなくなるうんこれで合ってるということでちょっとみんなのコメントがはいそれでは再生をしますねはいはいはい来ました来ました2分27秒皆さん2分27秒2分27秒ですよ2分27秒で来ました元気チームの見どころですここが この見どころに、ね、元気チームの見どころここ来ましたここ2分27秒ですねまあ、復習しますと私は19秒から移りましてニ、えー、サビの2分27秒からまた出てきますいやこのさ外のねこの輝き太陽の輝きの下でねキラキラなパレオの衣装を着れるっていうねこのマッチングよ素晴らしいそれでは早速再生 わー今やかわいいよあ私のアップも来ましたあっしちゃんあ来ました来ましたちょっと今の今のところポイント私の <laughs> 2分29秒9秒もちょっとあのちょっと一瞬顔ドアップくるんですけどこれ33秒のところその後のカモが美しいでもうカモが美しすぎてちょっともうビビるよね前 あれオナの笑顔がまたいい、あおーちゃんかわいいね。あ、ちょっとここ、ここ一一番の一押しポイント言っていいですか、私の。あ、四十一秒かな、どこだろう。あ、え。本当一瞬なんですけど。四十一秒ですね、今いいタイミングで。 いいタイミングで止められました2分41秒がめちゃくちゃ私にとってはちょっと自分の推しポイントですまた自分の推しポイントを言ってしまって申し訳ないですちょっとまた今度ねちょっといろいろ他のメンバーにもいいところがいっぱいあってちょっと今日は自分のポイントも結構ぐいぐい行ってくるんですけどちょっと言い足りない部分もあるんですよねここの 今日はちょっとあの2分41秒をさせていただいてクマちゃんジャンプがここでありますクマちゃんジャンプをぜひ皆さん一瞬ですがクマちゃんジャンプをはいチェックしてくださいここ私のポイントここ一番好きなの私なんか楽しいっていう感じで出たジャンプなんですけれどもこれがなんと使われていて嬉しかったですねただ単に本当に楽しんでる時だったんですけれども はい、という感じで。ぜひ、ここもね、二分四十一秒もね、ぜひ見てください、進めます。あいごさん、可愛い、あ、まやちゃん。あ、ゆずちゃん。あ、ちかっこ。あ、みよまるはスタイルいいね。あ、さこ。さとがほ。あ、ゆこにゃん、可愛いね。あ、ラップきますよ、ラップ、皆さん。 このラップのダンスはめちゃくちゃもうみんなふうって言ってくれるぐらいかっこいいんです私最初このラップをやると思っていなくて踊ると思っていなくてはいびっくりしましたこの踊れる人いるんだと思って見てたら先生の自分がまさか踊るというねあミレイちゃんかわいいね <laughs> あこのスズランさんセクシー あるか,かっこいいなこのさダンスチームかっこいいなあここエモいよねこれみんながね手を振って「おジュリ」って言って叫んでるんですよあこのカノンがまた s k ケイラいっ あちかこ元気めっちゃ目に入っためちゃくちゃあっタニエピがいるうわ上から撮られるってやっぱ列とかすごい見られるじゃないですかけど綺麗になってるスタッフさんとメンバーのこれはもう傑作ですね一生懸命頑張ってスタッフさんも配置してくれて「Thank you!」 いいねこのドームで踊ってる感素敵はいということで今ね「恋おうちフラグ」が終わりましたよミュージックビデオすごい本当になんかいいねみんなと見るのって止まらなくなるねいっぱい喋りたくなるねこの最後の「センキュー」のおとのおの後ろにいろいろね書いてありますね 日本語の「ありがとう」もあるけれどもいろんな国の「ありがとう」っていう言葉が書かれていてすごい全国の方にねこの気持ちが伝わるといいですよね。おはいということでまた見たいなもう一回。 ちょっと続いてはボンバーイ、e、ーの方も見たいと思うんですけれどもはい全世界に届け恋落ちフラグあちょうど出てきたぞそう ということで恋オチュフラグを一緒に皆さんと見てみました楽しいですねいいですねこういう感じもそれでは続いてボンバー E ライブも見てみたいと思いますおもう5万回再生してるんだすごい嬉しいですねそれでは広告が終わってから再生したいと思いますスキップ皆さんボンバー E はいいですか あブラックパールもあとで一緒に見たいね確かに準備はいいですかそれでは321スタートーボンバイスタジオライブイこちらですねおでこ出し初のテレビ出演でした私ポニーテールでしたねこの日はポニーテールにしたんですけれどもポニーテールかハーフアップか迷っていて そしたらおじゅりが断然ポニーテールでしょうって言ってくれたのでポニーテールにしましたけどなんかいい感じにポニーテールがふわふわして楽しそうに見えますねあ、映った <laughs> 映った家ではこんな感じにないつも家でテレビ見てあ、映った嬉しいって言ってあ、歌わりですここのダンスは難しいんですよねこのダンスは あのミュージックビデオで言えばダンス組が踊っていたダンスなのでとても難しかったですなんでこんな動きできるのってゆずちゃんにいつも聞いて教えてもらいました <laughs> 本当にもうダンス面はもう本当ダンスうまい海海もダンスうまいしねだからちょっと頑張らないとと思って先生にも個別で聞きに行ったりとかしてダンスを練習しましたかっけーかの。 旅に入ります。y e a あ、映った。バイバイダンスですね。 さきぽん可愛いね。はなおさん。いいなおさんが素敵。色気が半端ない。ああ、るんさん可愛いね。あ赤穂も可愛い。あさきぽんも綺麗ね、あなたお。あかりさんかっこいい。あ、そだちゃん、可愛い笑顔が。この、この。ここのポイント、あ、自分で打っちゃった。ここのところ、めちゃくちゃ良くないですか。結構ダンスすごい一体感のダンスって感じ。 あここのの蹴りねニサ,サビなんとあの熊崎がねちょっとあのミュージックビデオセンターで踊らせていただいたところなんですけどこういう歌唱の時にも最初にうご動き出すっていうそういう、ね、ポイントを作ってくださって本当にねメンバー一人一人ねいろいろミュージックビデオにこうやって沿ってやってくださったりとかそういうのもしてくれてて嬉しいですね。 ここまやちゃんがセンターなんですあ、ラップ映ったドヤ顔決めてますはいいやハタゴンの髪パサが良かったね今 ゆずちゃん来たよここではおじゅりとのおっいいねー気持ちよく歌ってますねゆずちゃんゆずちゃんここ美味しいポイントです あ、つた、おーちゃん可愛い,い。はい。揃ってる、嬉しい。道作るのいいよね、ありがたい。すごいよね、構成が。本当に素敵。thank you。こうやってね、ちゃんと口でもありがとうって,言って。 かわい,いおじいはいということでボンバーイ視聴が終わりました <laughs> くまちゃんポニーテが跳ねるのかわいいありがとうパンパンパンって跳ねてましたねね本当に一人一人写っててねすごい嬉しかったですそうバズリズムもね私あの 本番用の映像をねあのー、撮影の時に見させていただいたんですけれど、本当一人一人写ってくださあの写してくださってて本当に感謝です愛を感じましたね本当一人一人ねちゃんとしっかり認知できるようにこうやって写してくれてるのでカメラワークがとてもありがたいなって思いました衣装もいいねってもう嬉しい なんか、ね、分かる明るいけどねなんかグッとくるものがあるよね。ここにて TV 映えするよ、ね、おおチームごとのフォーメーションもすごかったそうちゃんとねミュージックビデオでチームごとで分かられてた構成がちゃんと歌唱の時のダンスにも生かされてるっていうのを皆さんお気づきでしょうか多分気づいていると思うんですけれどそこら辺もちょっとポイントですね。 結構ミュージックビデオではこうだったけど歌唱ではこうやって変えるよっていう時もあると思うんですけどちゃんと良さがそのまま歌唱のダンスの方にも行ってたりとかしてるのでぜひぜひこの配信見るまで「ボンバーイー」をフルで見られるなんて知らなかったそうだよね知らない人もいるかそうボンバーイーね今はねダンスフルで見れるのでぜひぜひたくさん見ていっぱい見てください。 ちょっとこのままブラックパール見ようよみんな。本当ありがたいですよねこんなフルで見させてあの配信してくれてボンバーイーさんも嬉しいです。 さあ、ブラックパールに来ました。皆さん再生する準備はできていますでしょうか。いいですか。ブラックパールめっちゃ好き。ありがとう。では、再生いきます。三、二、一。お。まず、この映像がかっこいいよね。 ブラックパーもう言えるねん、まあ、最初から言えるようにしといてって話だけどねこカツンカツンってかっこいいよねこのグーってさなんか破ろうっていう突き進んでいこうっていう感じが今の出てます映像でシーンで。 ね、この後ろ姿でファンの人誰がどこにいるかっていうのをね予想してくれたけど皆さん分かりましたか私の場所おここれでいやほんとにエゴさんとダブルセンターっていうのもすごく嬉しかったですしうわーかけー あのおじゅりの上を見ている。高々しさ半端ない。あ、歌われきましたよ。あ、みれちゃんももちゃんが。けど本当ね、幼いのに。かっこいい表情もしててなんかすごいなって思いました。いろんな表情ができるんだなって。あ、あいりとるちゃん。かわいい、顔がめんつよ。 も、サビ入りました。このさ。ダンスめちゃくちゃ練習したんです。あ、ここが好きなんですよ。あのおじゅりと、あのチーム s ス三人組がすごい、かっこいいっていう。 坊のところがジムエス3人組がちゃんと映るんですけどそれがめちゃくちゃかっこいいなっていつも思いますスタイルいいしねあのミオマルとアオミちゃんとねジュニナさんもねスタイルいいから入えるんですよ 今日ももちゃんんに会って久米崎さんって言ってさちょうどねあの事務所で自撮りしてる時だったんですけど熊崎さんって言って話しかけてくれて恥ずかしかったです自撮りしてる最中に <laughs> あ自撮りしててごめんねって,ってそしたら熊崎さん自撮りうまいですよねって褒めてくれたあここここ生まれ変わるっていう感じのイメージのシーンです一気にパッとね変わりますよねイメージが セクシクマちゃんですこの時メイクもめっちゃ薄メイクにしてみんな髪の毛もいろいろアレンジしてたんですけど全員ストレートにしてもうまさに本当にだから結構こういうダンスシーンはメイク結構強めでね みんなメイクしてもらってたりとかするんですけれどもその生まれ変わる心的なところはみんな本当に薄メイクで髪もストレートって感じですこの歌結構さ日常で口ずさんじゃうんですよ癖になります じゃじゃじゃん踊りたいなみんなの前で披露できる日とかあればいいのにねこれ絶対なんかライブとかで踊りたい最後ブラックパールですパールの振り付けです はいといとうことでブラックパールの主張が終わりましたこれねまたいつかね私が一人で今ショールームでみんなと一緒に見てるけどメンバーでなんかそういうミュージックビデオとかのなんか視聴したいよねなんかメンバーと見るとまた違った見方とかあるじゃんそれぞれ。やっぱりなんか自分が見てたシーンと全然違う注目しているところがあったりとかそういうのを気づけるからなんかそういうなんか動画とかもやりたいよねどうせなら。 ななんなら私すごいいいなやってみたいなって思うのがそのミュージックビデオを本当にリアルに結構なんか皆さんに解禁してる時って,見てもうメンバーは見てて皆さんに解禁とかあるんですけれども本当にもうマジでみんな出来上がりを見ていない状態でみんなで見るっていう動画ね。 いつかね今の状態だとねなかなか大人数で見るってことはできないけれどもそういう企画とかもやってみたいなってすごい憧れを持っています。もう本当にガチで完成した 出来たてほやほやをみんなまだ見てないよメンバー誰一人見てないよっていう時にみんなで見るっていう回を作りたいよねそういうのをなんかさ SKE のさ YouTube とかでさあげたりとかそうそうそう社会的なそういうのをやりたいよねなんかあこここういうシーンだとかみんなここいいじゃんとかそういう企画楽しそうだなって思うやってみたいそういうのやりたいなってすごく思うね面白そうじゃないですか そういうういいいい企画とかいいなとかな思んんです絶対楽しいじゃんだってまだ見たことないミュージックビデオみんなで見るなんてないんじゃないですかなかなかそういうのやりたいよねそう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 ,そう私たちメンバーもワクワクだしで、ね、みんなもなんか反応が楽しそうね確かに 全員はね、一気に無理だったらね試写会で何回か超えてメンバー変えてね本当にやるのも楽しそうそういうのもやりたいなと思いますいつか今回はね見てからのね皆さんに披露だったんですけどいつかそういうねもしシングルがまた出た時とかにやってみたいですよねねやっぱりみんなで見るっていうのは楽しいからね MV 出ててるるる時点である程度分かるやんんって思うじゃん全然分かんないからどこ使われてるかもとか全然分かんないしどういうこういう流れになってるのかとかも分かんないから、まあ、出てるから多少分かるじゃんって思われるかもしれないんですけど本当に分かんない。だって結構さラップのシーンとかもラップ全部フルで撮ったんですよその日にに本当に出来上がりの時に。 リッッププシーンでで画面アップでねこうやって一人でずっとラップやってんの全部やってるんだよフルでラップ最初から最後までずっと歌ってるシーンもあるのだけどミュージックビデオでは本当一瞬のっていうシーンしか使われてなかったりとかするでしょだからホント何が使われてるかとかも分かってないんですそうさっきの「にサビのジャンプ」とかも 他にもいろんな動きがあったりとかしてたと思うんですけれどもそれが逆に使われていたんだまあ、けど嬉しいなって思いながらも <laughs> あのラップシーンはもう本当に頑張ったんです。 こういう感じのハートを作ったりとかいろいろやってたんですよ試行錯誤しながら。<laughs> はい そう使われないと思,う思ってもっていうか、まあ、全部使ってもらう気持ちでみんな挑んでるんでちょっと全力で毎回ねどこを使われてもいいようにどこをね抜いてもいいようにいっぱいあって困るなって思ってもらえるぐらいちょっとねいい心をとってもらえるようにみんな頑張ってきたので是非ミュージックビデオいろいろまたね見ていただけると嬉しいなと思います。 こんな感じで iPad だからこそ皆さんとできる企画イエーイ楽しいねやっぱこうやってさ携帯を持ちながらできるっていうのが一番いいよやっぱ情報が増えるじゃんそうだねもうもう2月3日になるもんねもうすぐだって1月は一月終わっちゃうよみんな。 一月終わっちゃうよ。だって今日二十九でしょ？いや違う三十だ。<laughs> <laughs> なんだ今の話。三十今日。え待って三十今日。30 <laughs> え三十だ。やばい。あともう一日で終わっちゃう一月が。あすごいな。 4月終わりってどういううういいここととそはいということで1月も終わっちゃうんですけれどね1月もこうやって皆さんにねいろいろ解禁ができあの解禁皆さんにねいろいろ新曲のことを見てもらったりとかしてすごい盛りだくさんの1月だったんじゃないかなって思います。まあ、2月もね発売日がやってくるということで本当皆さんにはね CD が手元に届くのをワクワクドキドキしながら待っていてくださると嬉しいなと思いますはいあ熊手届くの楽しみ熊手ってもう届くんですか2月に。 クマ手楽しみにしていてくださいさあ他に今はねちょっとね新曲についていろいろ話していたんですけどなんか質問ある人 <laughs> 今日はこんな自由な感じでやってますって言ってもいつも自由にやらせていただいていますがプライベートのことでもいいよ。 何でもいいよ質もある人うん。 おししとコラボ配信しますかいや今日聞いてよ今日ねんじゃないよねやるじゃんゆずちゃんとおしちゃんとかまちゃんなのメンバーが「なんで私呼んでこれないの?」って言ってね <laughs> そういう話ですよぜひ皆さんんじゃないよも聞いてくださいねあすごいね先ほどからね髪の毛についてすごいいっぱい聞かれるんですけど皆さん お気づきだと思っているんですけど、髪色を変えました。パン。はい。ちょっとね、また後でインスタの方に写真あげようと思うので、みんなコメントいいねいっぱいしてね。よろしく。四じゃないようになっちゃうからって、そうなんですよね。四じゃないようになっちゃうね。めっちゃ似合ってるって言って、ありがとう。 これはですね何て言うんですかねここだと結構黒に見えるんですけどなんかこうやって見るとねアッシュっぽい感じですね。っまあ黒に近いのかな言うてちょっとシルバーっぽいアッシュっぽい感じなんですけれどもまあそう言ってもねちょっとあまり映像だとよくわからないかもしれないけど「前の髪色も良かった」えー「そうなんだ嬉しい」 緑っぽい確かにちょっと緑っぽいのもあるのかなどうなんだろうなんかすごくいい感じありがとう可愛いい子は何しても似合うありがとうそうだね黒髪ではないけど暗髪かなどうなんだろう そうぜひ今日ねインスタにあげるから今日あげるインスタの写真はお母ちゃんが撮ってくれましたありがとうお母さんお母さんがね撮った写真を使うのはね初めてなのであやっと採用,採用された嬉しいって言ってましたそうお母さんありがとう。 やっと採用されるんだね私の写真って言って <laughs> そう言ってましたそうあと前髪も切ったのよ結局なんか前髪結構な長くしてたんですけど そう前髪結構長くしていたんですけれどもそれも似合うって言ってくれたんですけどちょっと自分的に試行錯誤してみて長いのもいいんですけれどやっぱ短い方が自分的には似合うなと思ったのでちょっと切らせていただきましたはいそんな感じでけどなんか 2way にできるようになんか両方ってすごい薄いからこうやって前髪を分けて真ん中でセンター分けする感じこういう感じねキラん もできるしまああの書、ー、き上げればこういうね感じもできるっちゃ今ちょっとあの適当にやってるので決まらないんですけれどもはいあのできるっちゃできるのでいろんな前髪ができるようにしてほしいですっていう私のわがままを叶えてくださった美容師さんはすごくありがとうございます神です。はいそんなな感じですぐ伸びる長さかな まあそうだねから私そうだから結構前髪洗いのが好きだっていう方もいるけどやっぱり前髪がないから今回好きになったっていう方もいたりとか前髪ないのはすごいなんか新鮮でなんかこっちの方がタイプかもっていう方もいたしもちろん前髪があった方がいいなっていう方も半々でいたのでちょっと迷ったのでもう。 けどちょっと自分の判断的には前髪があった方がいいなってすごく思ってはいけど両方ねできるようにしてくださったのでわがままを聞いてくださったのでありがたいことにいろんな前髪が楽しめる前髪にしていただきましたどっちでも好きですなんていい人たちなんだありがとうめっちゃいい人たちだねありがとう はいということでいろんなね前髪をねこれからもいろんなね例えば服とかによっても変わりますよねなんかすごく思ったのが結構今回の新衣装って学生服っぽいいじゃないですかちょっとなんかブレザー着て学生服っていう学生服じゃないけどちょっと制服っぽい感じの。 もものでもあるなって思ってて思そういう時はやっぱり可愛い系の前髪にした方がいいなって思ったのでちょっとそれを体験してみて前髪を切りました、まあ、衣装によっては前髪がない時もいいなって思うし私服とかもさやっぱり可愛い系だと前髪あった方が可愛いけどきれい系のものを着てる時は前髪がなかった方が意外と似合ったりとかするじゃないですか。そそううういいい時にに臨機応変に変えられる方がないいなと思ったのでそうなんでんす いいろろ私なりに考えて、えー、今回こういう感じになりましたいそう曲とか衣装に合わせるのも大事かなと思いましたそう幼くなるけどねけどやっぱりちょっとさ今回の新衣装とかって結構ブレザーで可愛い系だから前髪あった方が自分的には似合うかなってすごく思いましたそう からちょっと色々ね自分で見ながら研究しておりますはいけどなんかさその握手会とか前髪初めて長いのを披露した時は結構大人っぽいワンピースとかちょっと大人っぽい色の緑とか着てたのでそういう時は結構前髪を分けててもすごい良いねって言って,言ってくださった方が多かったのでそう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 。 逆にさそのブラックパールとかを披露する時とかはさあえて逆に前髪がない方がかっこよかったりとかもするかもねいつかライブでやる時とかあればねえ当に早くライブとかやりたいんですけどね。でこ出しするとイケメンクマちゃんに「おという私なりの考えで今回は切りました。えい リーゼント良かったそんなに本当に本当になんでリーゼントだったんだろうってすごく今でも思うね本当にみんなと一生懸命ねみんなが本当に一生懸命応援してくれて私も本当に嬉しかったけどなんでその時の曲の髪型がリーゼントなんだろうって未だにたまに思うそうそうなんですよ。 なんかいろいろね、やりやれたらいいなと思うので、これからもいろんな熊崎を皆さん楽しみにしていてください。そう。リーゼントのサインあるよ。本当にそれさ、黒歴史よもうなんかこ、ここんなこと言っちゃダメだと思うけど。だって、ねえ、可愛い,い。感じで出たかったじゃん。リーゼント、なんだ。 けどまあそれはそれでまたコンセプトがあったと思うからそのコンセプトに合,う合ったものをやらないといけないというのはそうだしまあそれは一生懸命考えてくださったことだからねそういうのもよくないと思うけどなんか違うのよなんか <laughs> すごい思ったのがそのリーゼントの写真を「はじめまして」っていう方に。 プレゼントすするっていいうのがすごくあれじゃないですかなんかあなんかせっかく「はじめまして」って可ってかわいいと思って来ましたって言ってくれてたのにそうかわいいと思って来ましたはじめましてって来てくださったのにリレゼントの <laughs> 写真にサインを渡すっていうなんとなんとなんとも言えないこの感じ <laughs> そう けどやっぱりそれはそれでけどまあちょっと何でリーゼントなんだろうって思ってた時期もあるけれど逆に多分その撮影がなかったら私は一回も多分人生でリーゼントをすることはできなかったと思うしリーゼントできした女のの子ってなななかかいないと思うのそれってまたねネタにななるしいいかなって今は思います逆にそれができたからこそ今こうやってみんなとこうやって話したりとか。 いつかどこかの場面でリーゼントの話ができるタイミングがあるかもしれないそう思うとまあそうですよね男の俺でもした男の自分でもしたことないですっていうねそうですよね男性もしたことないそのリーゼント私はしたんだよすごくないというプラスです人生いろいろ経験した方がいいですからね そうだってリーゼントが似合ったからもしかしたらリーゼントのお仕事が来る可能性だってあるかもしれない、まあ、今のところ来てないので似合ってたかどうかは分かんないんですけれどもけどリーゼントをやることによってうん何かねプラスになったと思うすごい面白かったし楽しかったし撮影 いい曲だしめちゃくちゃ友達じゃないかってめっちゃいい曲じゃない私好きなんですあの曲あの衣装もあの衣装見てますなんか結構リーゼントに目が行きがちだけどあれ衣装可愛いんですよめちゃくちゃ私あの衣装好きでちょっとなんか昔っぽい感じなんなら今昔っぽい感じが流行ってるからいいんじゃないって思うんですけれどもいや美琴さんかっこよかったよね惚れてまうやろだよ そうですね、先ほどねいろんな髪型をする熊崎を楽しんでくださいって言って好きになってくださいって言ったんですけどもうリーゼントもそうですもうリーゼントした熊崎もも,うもはや可愛い好きだって言ってくれるぐらい好きになってくださいお願いします <laughs> そうグリーンのズボン可愛くないですかめっちゃ私あれ好きでなんかボーリングのシャツも可愛いと思っててなんかあれ普通に着た写真を友達に見てもらったんですよ。そそ衣装めっっっちゃゃ可愛いじゃんてて言ってくれたので なんかセットもすごい可愛かったんですよ努力します <laughs> 努力するものじゃないです自然と好きになるものです <laughs> 違うか <laughs> リーゼントだろうがパンチパーマだろうが好きですありがとうはいけどすごいそれもまた一つの思い出ですよ。けどこうやってみんなと笑えるっていうのはねすごい楽しかったなっていう話をできるっていうのはまた一ついいですね。 パンチパーマはちょっとパンチパーマを支援するひどいふ <laughs> さんパンチパーマってすごいよね確かに女性でパンチパーマってあまり見たことないかも ののさんぐらいあほののってあれパンチパンはアフロどっちなんだろういやほののかい,いあれ私まだいまだにあの画像持ってるから写真う<ー>ん <laughs> アフロだよね 調べてみようパン,チマパ,ーマ女性パンチパーマ女性パンチパーマ女性 パーまよいしょ女性あけど結構いるねやってる人けど似合えばいいと思います何やっても本当に思うそれは似合ってるもんおわ すごいけどパンチパーマって本当にすごい技術ってすごくないですかこのパンチパーマのどうやったらこんなクルクルになれるんだろうなんか美容院の人ってすごいね神だね まあ、自分がやりたいことを一番やることがね一番ですね本当に自分がやりたいことをやるっていうのが皆さんもね後悔せずに自分がやりたいことをねちゃんとしっかりやってくださいね。 六千人超えた。わーい。六千人の方、ありがとうございます。

ちちょっっとツイッターが見れないのよこっちは今携帯でやっちゃってるからえ何やったのロックンローラー熊崎イエエゴさん何やったのツイッター見て感想ください「エゴさんわらわら画伯発動」どういうことなん何書いたの さんのツイッターを見ればいいの見れるかアカウントなくてもちょっと待ってねすごいパンチパーマンの女性が出てきた「エゴユーナさんツイッター」「エゴユーナユーナ」 ツイッターどこだあった出てきたよちょっと待ってねあ出てきた出てきたえ <laughs> 待って待って待って めっちゃウける待って面白い誰 <laughs> <laughs> これなにこれ面白いなんだこれ面白すぎやんエゴさん面白いファンの人もこれやってるのコメントが出てこないのなんでだ 出てきた,出てきた <laughs> 面白いなんか私もできないかなあ <laughs> けどやってる <laughs> 誰これ制服の目のジャンプの時ちょっとじわる面白すぎ。 <laughs> やめてブラックパールのブラックパールのミュージックビデオにさりげなく <laughs> 面白い <laughs> さりげなくピョっと出てる <laughs> あれコメント止まった大丈夫かな止まってるあ大丈夫動いてた コラを作っているみんなが <laughs> あ、もう六時半になったんだあっという間だね、一時間なんて。そんな私、クマが履くええ、うまいよ、私 おしりんとルカの二じゃないよ動画の感想聞きたい。あ、見たよ、私。見た、見た、見た。おはようございますってやつでしょ <laughs> あ、見た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 。見たよ。めちゃくちゃ馬鹿にしてるじゃんだ。<laughs> 褒めてくれてるのか、馬鹿にしてるか、わかんないんだけど。本当に。 見見た見たそうファンの人が「見た方がいいよ」って言ってきたから書いてあったからツイッターでで見ようと思って見たら見ました。<laughs> いじられてましたね。 褒めてるようだ褒めてくれてるなら嬉しい <laughs> あんな感じなのかな分かんないや自分あんな感じで言ってんの言ってんのかな <laughs> お尻に「挨拶うるさいよく言うよね」だってい <laughs> や今日もねおっちゃんとルカとね会ったよお仕事で事務所行ったんですけどその時にお会いしましたね <laughs> 毛穴全開で挨拶してるってねだって <laughs> でそれさえー、どうなの おじちゃんはんかおじちゃんはよとか言う <laughs> 確かにそれは言うかな言うのかな「あしゆきチャンネル」私も見てますよちゃんとしっかり見てる「しおに逃げそう逃がさん <laughs>」 そうだねなんかなんか呼び方は今「しおり」って言って呼ぼうとしたんだけど「なんかしおり」って呼びなよってゆずきに言われて「あじゃあしおりって呼ぶわやっぱ距離縮めないと」って言って「しおり」って呼ぶけど,けど最近は全部「おしちゃん」って呼んでる「おしちゃん」 TikTok も面白いですからねはるかって呼んでくれないな一瞬菅原のルーム来たかと思った菅原に似てるちょっとに似てる説いろいろありすぎてめっちゃ似てますそんな似てなくないショートじゃないし。 いや何ななんんだろうねなんかさゆずきとかも似てるって言われるし菅原ともたまに言われるけど菅原とゆずきも言われるからなんか特徴が一緒なのかなどうなんだろう分かんないよ。 ホルモアチュリさんそれもよく言われる後ろ姿とかゆずきとくまちゃんシルエットが似てるあーけど確かにシルエット一緒かもしれないね あカメラに近づきすぎてる感じが似てる菅原もこういう感じなのなへへ慣れ方なんですよね確かに。 ニオ丸と似てるええけど言われるけど身長も違うし別に顔が似てるってわけじゃないけど何なんだろうね。いろんな人に似てるって言われるけどその人によっていろいろあるかな。 あブラホクロの位置確かにミョウマルもなんかここら辺にホクロあるよね花私もね地味にね光の陰に見えないかもしれないけどここにブラックパールあるの鼻に知ってたここにブラックパールあるねこことこことこことここにあるの ブラックパール <laughs> あのホクラ前からもっ思ってたホントだってそうハハハ ブラックパール言うなってだ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 って違うのだからこれ言い訳させて三マ丸とインスタライブコラボした時にこうやって三代丸がブラックパールのインスタライブコラボだから私は今日はブラックパールをこうやってブラックパールのねイヤリングをね身につけてきましたって言ってたのだからえちょっとどうしようと思ってえ私ブラックパールのアクセサリーないやと思ってどうしようどうしようって考えた時にちょうど耳にブラックパールって言って。 ホクロがあったから <laughs>、そうごめんごね,ねちょっとそんな感じで言わせていただきました。すみませんホクロブラックパールなんて結構顔にホクロあるの。そうこのホクロはねなんでできたのかというとね プールに行った時小さい時に日焼け止めを塗ららななかかっったたこんなに私はできたと思っているそうこんなにけどさ場所的にはいいほくろなのよ場所的にはいいほくろだけどどれも薄いっていうね影が薄いっていうねまさに私の影が薄くさがここに出てるよねほくろまで影が薄いっていうね本当になに何かちょっと目立ってくれたほくろがあってもよかったと思うのだけど薄いのどれも一応。 いい場所ににはあるのになんかいい感じになんか流行りの場所にないあるのに薄いさそれシミじゃないあじゃあシミなのかなこれどうなんだろう濃くなくてよかったよ、ね、ソフトボールの時あったっけな だけどねこことここはねあった気がする。ってことでなんかちょっともうそろそろ夕食の時間な気がするので皆さんここまでにしようかなと。ファンデ塗っったら消えるそううだねねこことか薄くなっちゃう、ね、今日はちょっと軽くファンデーション塗っているんですけど仕事だったので。 そう,そうなるとね全然ここが目立たなくなっちゃういいえんあちょっと影に見えて見えるっていうかまつげ下まつげとさ重なって全然見えないなそういつもなんかさクマでさここにコンシーラー塗っちゃうのここにコンシーラーするとさほぐろまでコンシーラーで隠れちゃうのねだから結局意味がないんでしょ ーブののラックパールいいつ気づいたのえなんかこうやってなんか「えなんかついてる」と思 <laughs> そうそしたらブラックパールだイヤリングしたりとかするじゃんそういう時鏡見てた時「え何?」と思ってあのねこれは言わないとこ <laughs> いや別に言ってもいいんだけどさなんかね耳のね中にもねブラックパールあるんですよ 小さい時に、ね、見つけたのほくろがあるんですだから結構ほくろ重いんだよそう絶対あれは絶対プールで日焼け止めを塗れなかったからだと思ってそんなこともないのかなやめて馬屋のチャーハン食べたいとか本当においしいからそこのチャーハン大好きなの最近食べてないけどお腹空すいてきたのでここで皆さん はーーは終わりたいいと思いますそれでは皆さん今日はね結構1時間ちょっと長い時間おしゃべりさせていただいたんですけれどもちょっと今度から iPad ちゃんと充電しとくのでねいろいろなことできたらいいなと思っています。6849人の方がもうねすごい7000人近くの方がもう見てくださってるということで嬉しいですありがとうございましたでは 今日はインスタも更新すると思うのでぜひそちらの方もいいねとコメントいいねなんか YouTuber みたいじゃないいいねと高評価よろしくお願いします的ない,いいよねいいねと高評価フォローもよろしくお願いしますということで <laughs> くまちゃんことくまづきあるかでしたバイバーイありがとうみんな明日は日曜日 仕事の方もいるかもしれませんが頑張ってください休みの方はゆっくり休んで今日の土曜日からねお菓子でも食べてゆっくり休んでくださいそれでは皆さん本当にありがとうございました貴重なお時間を熊崎にありがとうございます以上熊ちゃんこと熊崎はるですバイバーイ,バイ,バイ